時のラジ君です。ということで今日はですね、こんな感じでカスタムヒーローがめちゃくちゃ来たと思います。この色とかなんかいろいろあるんですけど、こんな関係ないっす。自分でいろいろとこうやって色とかは変えれるし、髪型も髪の毛も変えれるし、まあ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 、うん、顔つきは変えらんかな。でもマスクしちゃえば僕はね、すでにこのジョルターラって人とダイナモダンサー買ったんですけど、男の子の格好いいってか、正直全部欲しいな。え、めっちゃかっけえなこれ。なんか俺に似てね、この人顔。これで赤い焼きそばにするでしょ。はい、俺じゃんこれ。あ、俺だこれ。ありがとうございます、エピックさん。ナイナイに引き続きまたまた僕の専用スキルを作っていただいて買わせていただきます。ちなみにリュックもあって、こうやってね、エモートアイコンってあるじゃないですか。それを自由にこうやって背中につけれる、これもいいよね。俺スカルトルーパー一択。そのマントもあって、これもかっこいい。これも自分で色も選べるし、ステッカーも選べると。これ400円だったよね、確か。400ビバックス、安いな。ということで今日はちょっとね、いろいろカスタマイズできるんで、スパイダーマンとかいろんなね、ヒーローをね、自分で作っていきたいと思います。ということで、まずはですね、スパイダーマンといったら色から決めていきましょう。素材はね、結構なんかアミアミしてんだよね。こんな感じだよね、スパイダーマン。うわ、スパイディーだ。うん、テカテカスパイディーですね。テカテカスパイディー。で、早速色決めちゃうか。赤だよね、上は。赤、もうちょっと明るいかな、これと。で、下が青っぽいよね。うわ、もうスパイダーマン。スパイ、もうちょっとなんか黒っぽい青だよね。色合いが難しいな。こんな感じ、もうちょっとかな、ここら辺かな。で、ベルトはしてないから外します。で、マスク、うわー、マスク真っ赤にしたいなー。あ、マスクは赤くできないんだ。ってことはこれでいろいろ変えるみたいな感じかな。うーん、これが一番近いかな。これにしよう。200IQ 完成。これが僕のスパイダーマンですね。あ、ちなみにツルハシもね、すんげー色とかもうめちゃくちゃこんな感じで変えれる。あの、糸だから、スパイダーマンは真っ白にしよう。スパイダーマン、スパイダーマン、どこに行ったスパイダーマン。これでちょっと一回一戦しますね、一旦。ということで、いろいろと省略しました、スパイダーマン。なんでこのハープーンガーでね、敵を引き寄せてブーン。そしてパワーモードなんで、トニーに作ってもらったスパイダースーツです。強いです。小学生か俺。まあまあ、これでね、敵をプチューンって引きつけて、そのままポーンっつって、このビームで胸からビーム。スパイダーマン、スパイダーマン、どこに行ったスパイ、あ、スパイダーマン、スパイダーマン3。やべえ、ギャラクタスと戦ってるヒーローがいる。俺も手伝ってあげよう。俺も仲間だから。いやいやいや、敵じゃないよ俺たちは。違うんだ、敵は向こうでしょ。違うみたいだな、どうやら。あ、ワップしちゃった。スパイダーマン、スパイ、うん、スパイダーマン、スパイダーマン。ハープンガンやる意味あるかな。やる意味あるかな。やべえ、妹忘れてた。スパイダーマン3、や4。いる、スパイダーマン。スパイダーマンだからもっとスタイリッシュにプシュンって打ちたいな。やべ、バレた、バレてる、バレてる、めちゃくちゃバレてる。ごめんなさい。スパイダーマン、あ、俺の雲が痛すぎたみたいだ。痛い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 。うわ、惜しい、もったいね。スパイダーマン、スパイダーマン、出てきなさい。スパイダー、釣りたい、釣りたい、釣りたい。わしのや、それは。やめなさい。スパイダーマン、スパイダーマン、はい。やべえやべえやべえ、めちゃくちゃ反感を買ってしまった。正義のヒーローのはずだったのに。スパイダーマン、スパイダーマン、デデ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 デ。こんなヒーローは嫌だ。うわ、スパイディー強すぎるよ。ちょっと使いすぎたな、糸使いすぎた。スパイダーマン、スパイダーマン、そこにいるの見えてるよ。スパイダーマン、スパイダーマン、あ、外した。はい、あ、外した。もういい。うー、新しい糸だ。シューターを見つけろ。ウェブシューターだっけ、ウェブシューター。ほっ、よっしゃ、10発最高。やばい、
めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い。うん、まあ、僕の雲はですね、釣りもできますので、こんな感じで魚釣り、はい、スラップフィッシュとか釣っちゃいます。便利な雲、スパイダーシューツ。わおわおわお、はい、さあ残り一人だ。最後まで元気にスパイディするぞ。見えてるよ君、見えてるよ君。トニーくんからもらったもの、いやトニーさんな、スパイダーマントニーの力を思い知れ。はい、え、スパイダーマントニーの力を思い知れって自分のことやん。そしてスパイダーマン5。チャンネル登録して。よし、次はワンパンマン作ろう。ワンパンマンまずツルツルなんだよね、頭。ワンパンマンはまず服がなんかほんと洋服みたいな感じで、全体的に黄色いんだよね。あ、これすげえワンパンマンっぽいかもしんない。逆だな、こうだな。あー、ワンパンマンだ、ワンパンマンだ。顔が普通にかっけんだよな。こっちにした方がいいかな、もはや。ワンパンマンだから、シャープワンでもつけてこう。で、マントもつけましょう、今回。白いマントだね。白いマントに、ここに黒ポチ。で、手はめっちゃ燃えてるみたいなね。はい、完成しました。これが私のワンパンマンです。ワンパーン！よし、これでワンパンなんで、ワンパンできなかった瞬間、僕はマッチから抜きたいと思います。もちろん行くのはスタークタウン。もうすべての敵をワンパンでやっちゃうよ。ちょっと待って、気づいたことある。これマントめっちゃかっこいいじゃん。まあ見方を変えたらトイレットペーパーみたいな感じ。やっべえ、取られた。来た来た来た、降りてきなさい。ワンパンで私がとどめを刺しましょう。私の金ポンプ、ワンパン。対面最強のレジェグラールです。今日はね、トニー・スターク、スターク・インダストリーズに来るね、欲深い人間たちをね、全員僕のショットガンでワンパンでね、ワンパンもいらないかもしれない、もしかしたら。まあ倒していきたいと思います。まあこの場所はね、基本的に、敵がめちゃくちゃ来るというのも皆さん知ってると思うんで、このショットガンを誰がゲットするのか、それが鍵となっております。そしてね、ここでね、取るんですよ。あら、あら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 、はーい、こんにちはといった感じでね、どんどん挨拶していきましょう。まあ宝箱から開けるとね、僕が開けると毎回、デカポーションとかなんかいいものが出てくるんですよね。自慢じゃないんですけど。じゃあ、まあとりあえずトニちゃん倒す。あ、ごめんなさい、トニースタークのこと僕トニちゃんって呼んでるんですよね。いますね。はい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 、こんな感じでもうすぐですよ、すぐです、すぐです。わお、はい、こんな感じでね、すぐに倒せること。来てる。はい、まあ無理していく必要なんてないですからね。違うわ、これ持ってんだ俺。刺さんなかった。いや、いるな。はい、こんな感じでね、次々となぎ倒していきますと。まあ、体力少ないとね、結構みんな、大丈夫かなって心配すると思うんですけど、大丈夫です、なんとかなります。気合でね、やっちゃってください。まあ、一発恐怖をお見舞いしますかね。はい、こんな感じで、はい、一瞬でね、勝てると思います。まあ皆さんもね、まあ、最初のうちは難しいかもしれないですけど、まあ僕の真似をしてどんどんビクトリーロイヤルガンガン取れるようになるんでね、よかったらチャンネル登録の方お願いします。ということで、金庫開けちゃおうかな。怖いんだよな、この金庫。まあそんな感じでどんどん倒していきましょうか。あ、早速いますね。はい、まあこんな感じでエイムを外しても大丈夫です。これはまあわざとと言いますか、こうやってその後これを撃つために外したみたいなもんですからね。さあ早速詰めていきましょう。ということで、おっと、いるね。わあ、グルートの頭でかすぎた。狙ってる人がいるね。まあこんな感じで一気に上を取ってポーンみたいなね。もうこれだけでもうびっくりよ、相手は。はい、もう閉じ込めましたからね。
はい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 、こんな感じ、こんな感じです。あ、弾が出なかった。リロードしてからね、撃つことも全然大丈夫ですから。おっと、今にも戦闘が始まりそうな感じするな。はい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 、当たらんねー。あー、あ、もったいないもったいないもったいない。はい、こんな感じでね、未熟アイテムがあれば、怖い人はいません。はい、今すぐ未熟アイテムを取りましょう。ここら中にいるな。うわ、やだ。はい、こんな感じでね、落ち着いて対処することが大事ですと。うわ、うわ、行っちまった。降りてきなさい。はい、こんな感じでね、詰めることも大事です。たまにはね、勇気を出して前に向かって一歩踏み出す。現実でもそうです。滑舌を追ってるのは現実でもそうです。いるね、当たるね。来い、おいおい、えい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 。まあ、気づいた人は結構いると思うんですけど、これ僕が強いんじゃなくて、あのミシック武器が強いだけです。はい、間違いなくミシック武器が強いだけです。まあ今の時代、矢倉を立てるっていうのはまあいいかもと言いますか。すぐに狙いますからね。はい、こんな感じでね、結構食らっちゃったな。はいはい、下にもいたの。ほい、当たった。よし、だいたいこの辺。あ、やばい。うぃ、いたしー。ムジョルニア、ムジョルニア意外と当たんないんだよね。めっちゃ食らっちゃった。いたー、ラストだな。まあ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 、このレーザービームで一発お見舞いして、そしたらね、作れますから大体。うん、そこで落ちたところを狙っていくっていうのがまあ僕なりの。え、どこ行った？危ない。あ、はい、こんな感じでね、まあ簡単にビクトリーロイヤルできると思います。皆さんが今思ってること言います。こいつ寒い、滑ってる。あれ、ってかブラックパンサーどこ行った？はい、こっからみんなが作ったヒーローどんな感じなのか、レジ君ブラザーズのみんな、ね、結構いっぱい送ってくれたんで見ていきたいと思います。おー、デッドプールだね。デッドプール作れちゃうね、確かに。めっちゃデッドプール、ゲームボーイみたいなカラーリングだなこれ。はいはい、黄色と緑、タコスみたいですね。黒と銀、絶対ラスボスの近くにいる強いやつじゃん。ネタでフリーザーを作ってみた。雰囲気は伝わるよ、白と紫でね。可愛いスカルトルーパーのステッカー。女版のスパイダーマンだって。やっぱ赤と青だったら結構スパイダーマンが出るよな。あ、かっけえこれ。白と黒で葬式スタイル。なるほど、白と青で。この柵は犬小屋の中からプレイしてんのかな。これはシンプルにスパイらしくしてみました。あー、すごい可愛い。シンプルでいいね。これめっちゃ笑っちゃったんだよね。コナンが好きなので犯人イメージしましたって。わかるわ。ドゥンデ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 ン、真っ黒多いね。見づらいからね。なんかシーズン4暗いからさ、黒だと有利だよね。デッドプールイメージしました。似てる。シンプルに白黒で、あ、可愛い。ヒーロー感あるね、すごい。ミスターインクレディブル、シンプルイズベスト。真っ白もいいね。うわ、なんかこういうリップクリーム見たことあるぞ。グルートルーパーみたくしてみました。あー、顔の色紫、顔色を悪くすると確かにそれっぽくなるね。それいけ、アンパンマン。これ赤と黄色逆にしたらワンパンマンになるってことか。僕はディズニーが好きで、その中でもピクサーのインクレディブルのフローゾン、俺見たことないんだよな、インクレディブル。
調べてみよう。あ、めっちゃ似てるわ。めちゃくちゃ似てる。画像貼っときますね。超似てる。すごいな、これ。インクレディブルファミリーのお母さんを。インクレディブル2連ちゃんだ。マジでこれ、インクレディブルだよな。足速いやつとかいるよね。なんかあれ。ブルーマンみたいにしました。一色系ってなんかいいかもね。確かにブルーマンだ。ブルーマンでも黒い服着てなかったっけ？やばい、すっごい送ってくれてる。これいいね。黒と緑。あ、これかっこいい。黒とこの赤、テカった赤。こだわりがすごい感じられますね。生地でね。やっぱ黒赤かっこいいね、シンプルに。シルバーサーファーの女版です。グレーサーファーかな。スパイダーマン風。あ、こっちの方が俺が作ったやつで全然スパイダーマンだな、この目の感じ。うわ、先にこれ見りゃよかった。やっぱこの女の子可愛いよね。すごい強そうだし、アッシュグレーっていうの、髪の毛いい色してる。かっこいいな。黒、真っ黒とちょっと灰色なのか。なるほどね、こだわりが感じられますね。フラッシュに似せましただって。あー、これ見たことないな。でもめちゃくちゃ似てる。うわ、すげえ、これいいな。ウルトラマンみたいでかっこいい。グレーと赤もいいね。貼って寝て気持ちいい。サロンパス、サロンパスくんの人だ。あ、これもかっこいいね。うわ、みんななんか結構個性出ますね。ちょっと全部紹介しきらなくてごめんなさい。みたいな感じで自分のヒーローを皆さんもガシガシ作っちゃってください。やっぱり俺はこのワンパンマンが一番好きかな。このジョルターラで僕が思うめっちゃかっこいいやつ作ろう。そしたらできました。めちゃくちゃ体調悪い人。